やはり紅茶は空で飲むに限る。あの地球の青く美しいこと、我が使命の重さと崇高さを改めて感じさせられる。ジェニファー、ワープ軌道に入るまでどのくらいだ？そうね、ゴード、5分ってとこかしら。そうか、あと5分で地球ともしばしの別れか。怖いの、ゴードン？おいおい、ジョークがきついぞ、ジェニファー。この地球勇者キャプテン・ゴードンに怖いものなどあるわけがないだろう。それは幾多の冒険を共に乗り越えてきた君が一番よく知っているはずではないか。そうだったわね、ゴードン。ピロピロピロ。おっと、悪い悪い、お前のことを忘れていたわけじゃないぞ、サーズデイ。ゴードン、ジェニファーの太ももばっか見てる。スケベスケベスケベ。こら、こいつめ。ティータイムは終わりよ、ゴードン。地球から超高速通信が入ったわ。地球防衛軍総司令部からのようね。立体映像出力するわよ。やあ、ごきげんよう、カーター総司令。総司令自らのご登場とは何事ですかな？もうすぐ絶対更新臨界点だ。地球からの更新はこれが最後になる。何かメッセージはあるかね、ゴードン君。そうですね、盛大なパレードを用意しておいてくれって地球のみんなに伝えてください。おっと、出迎えには美女のキスとバーニーズの照り焼きピッツァも忘れずにね。前向きに検討しよう。言うまでもないが、地球の未来は君たちにかかっている。頼んだぞ。いつものことですよ、カーター総司令。では成功を祈っているぞ、ゴードン君。ゴードン、そろそろワープ軌道に入るわよ。オーケー、ジェニファー。キャプテン・ゴードン。殿下、星の墓場付近に空間の歪みが出現したみたいっす。下界からの侵入者か？さあ、そこまでは分かんないっす。侵入者？もしかして私を連れ戻しに天使様が？違うと思うよ。あそこは星以外にもたまに変なのが降ってくることがあるから。円盤型の乗り物とか、灰色の子供とか、喋るタコとか。まあ、では怪我をして困っている方がいらっしゃるかもしれませんね。行きましょう、ラハールさん。やめておけ、どうせただのゴミクズだぞ。ラハールさん。やれやれ、もっとマシな仕事はないのか。
わね。どこへ行っちゃったのかしら。スペースシップ墜落。ゴードン逃げ遅れた。多分コッパミチン。何万ダブ、何万ダブ。大丈夫よサーズデン。彼は地球勇者キャプテンゴードンなんだから。了解ジェニファー。生命探知モードに切り替えます。ありがとうサーズデ。美人の命令従う、これ当たり前。ピロピロピロ。ここが星の墓場。綺麗。でもなんだかお星様たちが泣いているみたい。フロンちゃんたらロマンチストね。もう締め殺したいくらい。くらいじゃなくて、エトナさん手が首に。おい、ふざけてないで行くぞ。命拾いしたね、フロンちゃん。もう、冗談なんだか本気なんだか。早く、私もお星様になってしまうところでした。